スタジアムよりお届けしてまいります。解説名波さん、実況アトレティコマドリーのキックオフでスタート。注目していきましょう。ラーム、このボール争い、もう一つ前に行きたい。モンテーロへ、ポケ、ルイス・スアレス、抜ける、滝谷、青山、ルイス・スアレス、サイドのスペースを使う、サイドフリーですね、ポケのボール、ビルド、スルーパス、これは合いません。ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。このボールをカットします。今のキーパーの判断は素晴らしいですね。このボールはカットされます。青山、前半の3分の1が経過しました。このボールに触ります。ロドリゲス、ポケ、ロドリゲス、ルイス・スアレス、裏を狙う、このボールはシュート、勝ち、青山、裏に味方を走らせる、さあ抜けてきた、スアレス、まだある、いやファインセーブですよね、素晴らしいですよね。長いボール裏へ落とす、さあここで奪う、周りを見る、ルイス・スアレス、サイドのスペースを使います。今いいですね。さあシュートに行けるか、ボールをコントロール、グリーズマン、しかし飛び出しのタイミング見事でした。直接行ってしまいました。ビルド、モンテーロへ、チェルチ、モンテーロへ、前半30分を過ぎたところです。さあ両チームともこのまま0対0で折り返すんでしょうか。ポケ、ラーム、このボールをカットします。森島、サイドを使う、チャンスですよ、上げてくる、ヘディング、チェルチ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。うまく合わせた、いい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね、いやサイドから一気にチャンスになりそうですね。これは通しません。ビルド、前線へのボール、裏のスペースに置きに行く、とこれはつながりません。41分が経過、前半です。オープンなゾーンだ、これはちょっと
に渡る。ビルド上がってくる。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイク。何が起きてもおかしくないフットボールの世界。得点は動かないまま後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。浮かせて裏を狙う。うわ面白い。滝谷チリ狙ってきますよね。さあ抜け出した。ポケ。さあこの攻防チェックを受けますが動じません。クラマー。さあカウンターのチャンスになります。動きましたね。青山いい形ですね。これはクリア。を走らせる。取られた後の選手間の距離がいいですね。守備のスイッチが入れやすいですよね。前線へ出す。スルーパス。さあ抜けてきた。ここ抜け出しましたね。さあ後半ここまではスコアレスの試合が続いています。この緊張状態がどこまで続くか楽しみになってきましたね。そうですね。どこまで持つんでしょうかね。楽しみですね。裏のスペースに置きに行く。見事なパス。シュート。ゴール。ようやく均衡を破りますアトリティコマドリー。いやー今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね。まあシュートもそうなんですけど次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。マドリー1対0先制しています。非常にも守備が大事になってくる時間帯なので、距離をもぎ取るためにも体を投げ出すというプレーが、ね、大事になってきますよね、はい、なるほど。自分で行く。さあシュートに行けるか。インターセプト。ここはつながりません。いいですね。クリア。まだありますね。これは拾われます。クラマー。ここで前を向けるか。裏を狙う。これを読んでいた。ゴール。同点。今日のゲームをリセットします。入りましたね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。これで今日のゲーム面白くなってきました。同点ゴールはチームとして大きいですね、はい、非常にここからパワーを出してくるんじゃないでしょうかね。そうですね。このパス越えるか。サイドフリーですね。ボールを受けます。中央へ折り返す。後半33分経過。両チーム一歩も譲らないという試合展開。同点ではありますがいつ試合が動いてもおかしくない状況です。ボール裏へ落とす。いや面白いな。どうする。抜けてくる。フリーになった。シュート。ボールがこぼれる。まだありますね。ボールはクリア。
後半の37分を回ったところ、ビルド、浮かせて裏を狙う、面白い、いい形ですね、抜けてくる、自分で持っていく、シュート、ゴール巻き返します。直前のドリブル、キレッキレでした。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね、はい、少しでも確率高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね、そうですね、今日2点目のゴールです。さあ逆転しました、時間はもう残りわずか、いや自分たちも少しびっくりしてるかもしれないですけどね、このパス越えるか、これを打てるか、さあ前線へ、長いボール裏へ落とす、いや面白いな、このボールはラーム、縦にボールをつないでいきます、もう時間ないですからね、ここで笛です、2対1逆転で勝利、七海さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。久しぶりにドキドキした試合展開でした。